まあ、あの女性の中では日本のプロレスが一番だというね、もう間違いなく定評があります。そうですね。今では男子でさえこうどん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 選手が流れてきてますからね、はい、やってきています。ボリッシュを話してみよう、お前覚えたから。ご覧のようにもう日本語で場内から笑いを取ることができます。技はしっかりしたものを持ってますよね。非常に身軽、空中殺法を見せます。そして JD の面々、これプリンセサブランカ選手、そしてネフタリ選手、そしてもう一方、今ちょっと映っていませんでしたが、アルダ・モレノ選手もいます。妹さんです。1990年から全日本女子に2年間在籍しました。そして現在は JD。 お互いに距離を測り合います。今日はコマンドのマスクをかぶっています。コマンドボリチョイ、さあ腕をねじっておいて、例の綱渡りを見せます。ボリッシュダメよ、ボリッシュダメ。バックを見せます。そして場外に落ちてきました。さあどうする、飛ぶのか、ボリッシュが、いやいや、これはフェイントです。飛ぶ姿勢だけ、もうすでにモレノの方も察知しまして身をかわしています。中に入れまいとします。ボリチョイ、オート、今度モレノがロープに上がりました。ボリチョイがあるんなら私だったという感じで、エステル・モレノこの辺も難なくこなします。オート、ご覧のようなバク転トンボ返りを見せました。さあそしてどうするんでしょう、今度は飛ぶのか、トップロープから落ちていきました。トペコンヒーロー一発放って、あと一発伸びています。元気いっぱいのエステル・モレノ、思いっきりしますね。そうですね、トップロープで軽々と舞い上がりまして、そこからトペコンヒーローを見せています。待っています。ようやく帰ってきましたボリチョイ、背中でこれを受け流して、さあそして今度は関節系でしょうか、足を決めました。お客さんは煽ります。釣り天井ですか。そうですね、軽々と上げます。パワーもあるんですよね、まあ、ボリショイも小柄なんですけれども、ご覧のようにがっちりした体格です。あー、ローリングして今いきます。ローリングロベロスペシャル、もう一回行きました。いろいろな技を見せてくれます、エステル・モレノ。ボリショイ、バックよ、お前。体勢でギブアップを要求しています、エステル・モレノ。あーと、今度はドラゴンスリーパーをピックしました。足首決まってますね。これはきついですね。さあモレノどうするか、あーとバランスを崩しました。自爆してしまいましたボリショイ。今度はこっちもです、パンピング。さあモレノの髪の毛を使いましてエプロンに出しました。ハッチ正常にしておいて、さあドロップキックです、胸元一発。何か日本語で言うたびに場内が沸き返ります。アウト2、モレノコーナーからもヤジが飛んでいるようです。1、2、3、4、おー、いけ、
ダブルクラッチ状態、髪の毛を掴んでるんですが、まあ、反則は5つまで、カウント5まで、はい、4まで許されますから、そこまでやっているボリショイです。これはボリショー。お前いたよ。おい、この口か、この口。あー、特製の攻撃。オッケー、痛いよ、こんな。3分、手元の時計で7分が過ぎています。動きが止まりました。エステル・モレノ、この辺はすごい動きを見せます。エステル・モレノ、技に対しての速さがありますね。ありますね、圧倒的な速さですね。何かこう日本語で話しながらですけれども、決めるときはきちっと決めてきます、はい、それだけ自信あるんでしょうね、きっとね。そうなんでしょうね。持ち上げました。ボリショイを走らせます。この辺もモレノが操ってます。さあ場外につけて、さあボリショイが飛ぶか、ボリショイがどうするか。さあボリショイが飛んできました。パパシシーダーロープの間から突っ込んでまいりました。ボリショイ、前回の両国での戦いでは道徳の面々とこの空中戦を展開しました。ボリショイ、さあモレノはどこかを気づけましたか。今ようやくリングに上がってきます。戻ります。おっと、モレノが攻め込んできます。今度はトップロープです。顔に当たりました。顔面に当たりました。ミサイルキック。さあどうしますか。一回エプロンに出まして、そこからこの反動をしてラ・ペプラーダ、ハルガルド、どこかぶつけましたか。ラ・ペプラーダ一回ロープの反動を利用して後ろにこう飛んでいく技ですけれども、両者が痛めたようです。どこ落ちましたかね。鉄則かどっか当たったんでしょうか。多分階段の足当たったかもしれないですね。ボリショイはもうすでに勝っています。まあ大体目的なことやりますからね。そうですね、技も多い割にその怪我も多いでしょう。10分が経過しています。さあ動くことができません。セコンド陣が助けに来ましたが、本来はですね、セコンドの人間はですね、タッチしてはいけないんですよね。ちょっと待って。確かにセコンド陣は触ってはいないようです。そう、触ってません。このいや足首ですか。足首ですね。シューズルがテーピングしています。リングアナウンスもありました。場内へ、アクシデントのため右の足首でしたか。テーピングをしました。これどうなんですか、シューズの上からのテーピングというのは効果あるんですか。多少ですね。あとは気持ちの問題ですから、ね、そうですよね。足首を故障しました。さあボリショイが待っています。はい、試合無視かったら無理かもしれません、多分ですね、自分の体重立ってですね、体重乗せたんですね、はい、多分試合を再開いたします。いや、三味線だったか。いや、三味線ですね。これのところですね、ちょっと違うところですね。やってしまうんですよね。なるほどね、はい、くるっと回りまして独特のボリショイのラナーを見せました。後ろキックします。痛めてる方をキックします。これはもう非常ですけどやめないですね、もう一回いきます。低い弾道、そして非常ですがこれも
勝負の起き手でしょう。痛めてるところを狙っていきます。膝十字、これに耐えることができるか。懸命にこらえます。モルノロープです。ロープに届きました。まだ攻め込んでいきます。まだ攻め続けます。ボリショイ、今日はコマンドのマスク。感じとしてはですね、今日本語で太陽って言ってましたね。ということはまだ余裕があるから大丈夫かなっていう感じなんです。なるほどね、本当に痛かったね。ただ必死ですよ。痛いんですけど。そうですよね、はい、足痛めてるんですから、もう本人もう飛べなくなってるかもしれません。普通だったらボコボコが出るわけですよ。あ、はい、それはそうですよね、はい、ただこの辺のところですね、波の人間じゃないってことですね、はいはい、普通だったらこれでですね、試合放棄するとかギブアップなんですよね、この相手やるでしょう。非常にタフです。これがプロフェッショナルの辛いところですね。あ、自分の力でロープまでたどり着くことができるか。ロープに到達しました。まず足を決めます。足をロックしておいて、あ、これ痛そうですね。これ厳しいですね。これだけで十分効果があるようです。テーピングしたところをぐーっと、あーっと体重がかかりました。これでぐっと反ります。どうでしょう、これはかなり効いてるはずです。捕らえることができるか。これもう逃げられないですからね。このままボリショイの方から外すしかないでしょう。これ以上の展開を図ることができないければボリショイが外します。さあ、痛めつけておいて動きを止めておきます。そしてボリショイがトップロープに上がりました。ボリショイが今飛びます。ミサイルでした。ミサイルキック、1回転してモンドル打ちました。エステル・モレノ、今度は逆コーナー、モレノは逃げていきます。これだけの距離、これだけ距離がありますとさすがにボリショイも飛びません。いや、モレノは助走をつけていきました。自分で迎え撃って、またフランケンシュタイナー、そしてカウントを入れます。あと逆一発の大技だったんですが、きつい走り方してますけどね、はい、リスラム、それが最後の力を振り絞っているのか。モレノは決めにかかっているようです。そしてエクサルト、あ、ちょっとまた痛めたようだ。着地の時足首のあたり打ったか。もう一発いくというアピールして動いて、さあ伸びているボリショイの上にもう一発いきました。今度は命中がもうちょっと深く入りました。きつく入りました。おっと、やればやるほどちょっと足が痛くなってきます。もう一発できるか。これがプロですね、見せますね。さあ、もう一発いきました。今度はより深く入りました。これでカウント、いやー、ボリショイも返しました。3発いきました。だん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 当たりが良くなっていきましたけれども、3発目も返しました。腕をねちります。さあ、これはどうしよう。きついですよ。これは首が入っています。腕のウイングのように後ろ、鳥の羽のように取られています。これはまあメキシコ流のストレッチなんでしょうけれども、そうですね、入り方が良かったですね。そうですね、はい、軽々と鮮やかに入っていきます。こういう技もできます。飛ぶだけではありません。女性特有のですね、すごい体の柔らかさをですね、利用してですね。セカンドロープ、セカンドロープまで行きましたが、どうでしょう。パンチを加えておいてトップロープまで行きます。トップロープからさあ、コマンドボリショイ、裏投げに行きます。強烈な角度で入りました。さあ、これでカウントは、いやー、まだ2です。3まで行きませんでした。 DDT1
回転しました。モレノ、オッケー、行くぞ。さあ今度はボリショイの番です。ボリショイがトップロープ、そしてインスタントプレス、もう一回、もう一回見せます。ムーンサルト、これは読まれていました。いや、ボリショイも読んでいました。足から着地しています。バックを取りました。モレノが、いやいや、これを返します。膝十字です。ボリショイどうでしょう。上きます。エストルモレノ締め上げます。ボリショイ、これは取れないかもしれません。我慢します。体勢を変えました。コマンドボリショイ、あ、引きずっていきます。まだまだ力が残っています。エストルモレノ、左の腕が届きました。今ようやく届きました。長い試合になっています。まもなく20分に近づいてきました。投げ落ちます。 DDT ではなかったようです。さあ森島はどうするでしょう。コーナーに近づいてきます。ロープに1回振りました。いや、モレノが最後の力、背中をぶつけていく。レベルサートペレベルサでもう1回いくのか。トペレベルサーとスルーされました。また先ほどのわずか、いや違う、抑え込みにいきます。ラマヒストラルで今カウント2。なんだよ、ボリショイ。ボリショイがバックを取ります。これもう一発裏投げ、今度はセカンドロープから。このままカウントに行きます。さあ、カウントは、いや、3つは無理でした。取れません。長い試合になってきています。お前、そんな具合じゃないよ。私もなんか具合よ。掴み落とされてしまいます。メヒコ、メヒコと、まあメキシコのことなんですけども、お客さんを煽ります。おっと、叩きつけた、脳天から入りました。さあこれでカウントアップ。おっと、これはきつい、叩き落とされたという感じです。脳天から押しています。さあバックを取られました。セカンドロープ、そしてジャーマン、なだれ式のジャーマンスープレックスホールド。これでカウント3です。まだ取りません。エステルモレノ、 JD のエステルモレノがコマンドボリショイからホールを奪っています。しばらくそのままジャーマンスープレックスホールド、わずかになだれ式そのまま固めてしまいました。長い試合でした。エステルモレノ、コマンドボリショイ、空中戦あるいは関節技戦になりましたけれども、それを制しました。これはまあ小林さん、右足を痛めての勝利ですからね。そうですね、ガッツがあります。よく頑張ったっていう感じあります。そうです。